やばいことになっておりました。この何とも言えない汚れ、土、油、細かい砂。お、いけるいける。しばし待ちたいと思います。すごいことになってる。浮いてるの油？え、ちょっと待って、さっきここ真っ黒でしたよね。三国の文字のくっきり、ジャパンの文字もくっきり、綺麗になりました。はい、皆さんおはようございます。 DIY ドラクの鉄でございます。はい、隣のパストル君、かなりコンパクトになっております。このシリーズを楽しみにしてくださってる皆様多いんじゃないでしょうか。今回は宝箱キャブレターでございます。なんとコメントをいたしましょうか。このパストル君のキャブレターの汚れっぷり、このフロート付近も汚れてるんですけど、この本体の方のこの何とも言えない汚れ、これ油もあるけどなんかイメージと全然違いますね。かなり泥をかぶっちゃってる状態ですね。そしてこれ中もすごいんだ。すごいね、細かい砂がぎっちりくっついてて、これでよくあんなに元気にエンジンかかりましたね。この右サイドを見ましてもこんな感じ、茶色い土、油、そして細かい砂で、こっちのエンジン側もすごいんだ。なんかうまく言葉が出ないです。これ歴代のキャブレーターの中でも外っ面の汚れっぷりはね、チェーンソーのキャブといい勝負してますね。ずいぶん前の話になるんですが、エンジンがかかるということは問題がないというのとはちょっと違うんだよと言われたことを思い出しました。そんなわけで、あんなに元気にエンジンがかかったパストル君、キャブレターはかなりやばいことになっておりました。こんだけ汚れてるとちょっと開けるに開けれないので、まずはソーダブラストでこの外側をきれいにしていきたいと思います。さあどうでしょうかね。泥、油、そして砂、かなりギットギットに汚れていますが、こちらが重曹を使ったソーダブラスト、どれくらい汚れが落ちるか挑戦でございます。それでは早速行ってみましょう。はい、それではキャブレターをソーダブラストかけていきます。果たしてこの汚れがどれくらい落ちるでしょうか。まずここからいってみましょうか。よく振りましています。お、いけるいける。さすがソーダブラスト、いけそうですね。それじゃあもうじゃんじゃんいってみましょう。よし、とりあえず作戦の第1弾はこんな感じでよろしいでしょうかね。本当にざっとですけど汚れを落とせたので、まあ、とは言っても結構ここら辺とかかなりねしつこい汚れは残ってますが、まあこれで開けることはできるでしょう。よし、じゃあここからキャブレーターをバラしていきたいと思います。はい、それではキャブレーターを分解していきます。さてこの中身がどうなってるか、まずこれ、これは前もちょろっと開けたんで固着はないんで、まあ、エンジンはかかってたので主だツールが詰まってるってことはないと思うんですよね。これはこっちが多分アクセル、こっちがチョークかな。これがパコッとずるっと抜けます。固着はなし。そして汚れてるね、チョークが若干完全に汚れております。はい、まずこちら、この長いアクセルワイヤー、まずこちらが取れました。それでお次はどうしようかな、フロート開けてみようかな。すんなり開くかな。
すごく緩んでましたよ。あ、すごい緩いよ。これはどういうことかな。でもガソリン漏れた跡があったわけじゃないんですよね。でも緩いよ。私これを開けてないですよ。なんでこんなに緩いんだろう。お待たせしました。宝箱開封のお時間でございます。この中エンジンかかってたので中綺麗だと思うんですが、でも外の汚れっぷりを見ると果たして中にどういう状態か。それではゆるぬるっと開きました。さ、中身は、どんな感じか。おう、おう、あ、全然でしたね。はい、そこのあなた、残念とか思わないように、いいことですよ。キャブレーターの中が綺麗なのは素晴らしいことです。ちなみにこれは、この白っぽいのはソーダブラストですよね。うん、だからこれは関係なしと。これとりあえず置く。じゃあこっちだね。これがフロートのピン、簡単に外れました。素晴らしい。でフロートが取れるときにフロートバルブも取れてくると。うん、フロートにガソリンが入ってることなさそうなので、これは OK ですね。そしてフロートバルブ、段付きないな。うん、全然弾力もありますし、これオーバーホールしてたっぽいですね。ガスケットも全然そんなに劣化してないので、あ、これはキャブレターの中身は今回は楽勝かもしれないって。楽勝って言うとまたなんかフラグ立つんだよな。パイロットジェット来い。パイロットジェット通ってんのか。そしてメインジェット、ごそっと取りました。うお、来たね。詰まってますね。やっぱいろいろ詰まってますね。じゃこれこれがアイドルスクリューですね。じゃこれエアスクリュー1と2分の1よりちょい手前ぐらいか。 OKOK。 じゃこれを外しまして、うん、そんなにスプリングも、うん、そんなに問題はなさそうな感じですね。ちょっと中の状態見てみましょうか。穴チェック、うん、通ってる。でこっちこのスロー系、スロー系通ってる。そしてこれ、こちらも通ってる。まあ燃料系は問題ないよね。パイロット通ってます。通路は一通り通ってはいますね。ただご覧の通り、やっぱり細かい、これはなんだ、砂よりさらに細かい、すっごい細かい粒々が入ってしまっているので、うん、メインジェッタとか通っちゃいるけども、やっぱりこれ全体ちょっと一度きっちり洗いましょう。こちらね、ちょっと覚書でございます。上のこれ短い方がアイドルスクリューで、下がこちらがエアスクリューと。分かりづれー。ちょっとメモしておきます。はい、それではここで前回の DT 同様、超音波洗浄機いってみましょうか。はい、というわけでキャブレター洗浄の定番化したいですね。こちらメタルクリーンアルファ、これをねこの中に入れまして、これ60度ぐらいのお湯でよーく溶かします。これをよーく溶かしまして、そしてよいしょ、超音波洗浄機の中に入れます。溢れないようにこんなもんかな。ほい、そしたらまずインナーパーツからいってみましょうか。これドボッとつけまして、そりゃフロート浮くよね。これも一応入るかな。よいしょ、そんなに、よいしょ、ほい、入った入った。これは無理だね。あとでまた別でいきましょう。というわけで時間とりあえず15分やってみようかな。いきます。それではお願いします。なんかいきなり汚れが浮いてきましたけども、
これでしばらく超音波洗浄かけて、まずはインナーパーツから綺麗にしていきたいと思います。で、なんか白濁したラーメンスープみたいになってきましたよ。ちょっと試しに一時停止して中見てみましょうか。よいしょ。おお、いきなりなんですけど、あ、綺麗になってますね。まだこれ1分ぐらいなんですけど、うん、効果ありそう。よし、それで引き続きよろしくお願いします。ゴー。さあ、それではこれでどれくらい綺麗なのか、しばし待ちたいと思います。よし、それでは1回上げてみましょう。こっちはまだ引き続き洗いますので、ちょっとどけて、よいしょ、こんな感じ。どうでしょう。うん、綺麗になったね。よし、一回ちょっと引き上げまして、そしたらこっからはもう直でいくよ。こちらのキャブレター本体、これを付け込んでいきます。これ多分もう直でいけば、あー、浸かるかな、こっちの方がいいかな。これでなんとか。途中ひっくり返しながらいきましょうか。同じくこちらも付け込みまして、進めてみよう。レッツゴー。さて、30分かけましたがどうなったでしょうかって、うお、すごいことになってるやっぱり色になってますね。すっごい、これ浮いてるの油？汚れ？ちょっと上げてみましょうか。真っ黒なキャブレター、汚れが落ちましたでしょうか。おお、どうすかこれ。あ、すごい。え、本当に？え、ちょっと待って、さっきここ真っ黒でしたよね。あら、汚れが落ちました。よっこいしょ。じゃあこっちも、よいしょ。うわ、汚な、いや汚い。おー、汚れ落ちましたね。じゃあちょっと水洗いしましょう。水洗い、いきます。おー、綺麗になりましたね。すごいすごい。いや、さすが超音波洗浄すげえ。はい、もうね、これでほとんど汚れ落ちてると言っても過言じゃないんですけども、この中の通路とか一通り吹っ飛ばしたいので、ここで最後にソーダブラスト仕上げいってみます。いきます。というわけで、キャブレターがこんな感じに綺麗になりました。いかがでしょう。油とね、細かい砂つうか泥がくっついてたこのボディもご覧の通り、綺麗になりました。そして超音波洗浄やった後にまたソーダブラストかけてみたんですけども、この三国の文字のこの奥の方までくっきり、ジャパンの文字もくっきり、すっごい綺麗になりました。さっきまでね、びっしり泥がついてたこのエンジン側のジョイントのところもこんな感じ。中も、うん、いいね、綺麗になってますね。そしてね、砂が詰まってたインテークのところもご覧の通り、すっきり汚れが落ちました。は
はい、というわけで恒例の無駄に全部並べてみました。いや、こうしてみるとね、一つ一つの部品がすっきり綺麗になりました。よっしゃ、それでは組み立てて参りましょう。いや、今回ね、一つだけちょっと惜しむべくはこれですね。ガスケット類キャブレターのこのパッキンセットってのがあったんですけど、それがね、ちょうど品切れでね、手に入んなかったので、ただ今んとこ漏れがなかったので、まあ多分大丈夫だと思うんですけど、じゃあ行ってみようかな。じゃあまずこれからだな。アイドルスクリュー。はい、さっきのメモですね。長い方がエアスクリュー。こっちの短い方がアイドルスクリューなので、これからまず取り付けていきましょう。ここだよね。間違えたら大変。いや、しかしキャブレターは綺麗になりましたよね。規定値かどうか分かんないですけど、締め込んだところから半回転、1回転半、約2回転、これはまた後々にエンジンかけながら調整いたします。で、次エアスクリュー、締め込んだところから半回転、1回転、1と2分の1のほんのちょい手前、 OK。 そしてこちら緑と一緒、そしてメインジェット。今回はジェット類はもうほぼ完璧でしたね。全く詰まりもなく良好でございました。そしてこれパイロットジェット、パイロットジェット OK。 そしてフロート一式を取り付けていきましょう。ただいま上空を米軍の飛行機がたくさん飛んでますね。あれは輸送機かな。最近多いですね。 OK、 それではじゃあフロート取り付けていきましょう。ほらね、入れまして、そしてこんなもんかな。で、忘れ物はないよな。で、忘れちゃいけないのはドレンボルト。 OK。 そしてこれですね、キャブレターの取り付けボルト。じゃあ見てまして、こいつはまだ締め込みは後でエンジンの取り付けときに締め込みますよと。はい、閉じます。うん、キャブレターの底面もすごい綺麗になりました。ほら、ツヤツヤ。キャブレター完成でございます。キラリーン。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回はこちらパッソル君のキャブレターをメタルクリーンと超音波洗浄機、そしてソーダブラストの組み合わせで綺麗にしてみました。この超音波洗浄とソーダブラストの組み合わせなんですけど、前回の DT50 から始めた方法なんですよ。だけどこれがDT50、 今そこにありますけども、非常にその後の調子がいいんです。アイドリングも安定するし、ちゃんと低回転、中回転、そして高回転まできっちり回ってくれるので、だからやっぱりこのキャブレーターのジェット類だけじゃなくて、中の通路を超音波洗浄で掃除すると相当綺麗になるみたいですね。キャブレーターとしても非常に安定してとっても綺麗になってくれるようです。というわけで、これからのね、キャブレーター掃除の定番のやり方にしていきたいと思います。ここまでね、掃除方法を覚えてくると、もはやキャブレーターの汚れは私の業界ではご褒美でございます。というわけで、次回はこのパッソル君のエンジンのオーバーホールをしていきたいと思います。これせっかくなんでね、ただオーバーホールするんじゃなくて、このヘッドとかシリンダーとかも丸ごと綺麗に洗ってみたいと思うんですよ。で、最後にこのシリンダーとかシリンダーヘッドもちょいちょいと塗装してあげたいですね。というわけで、隣のパッソル君、次回もどうかよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。